久しぶりだ久しぶりだからね、うん、久しぶりで今日はエルムガーデンさんにやってきました。素敵ね、入り口からすごい素敵ね。行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵。はい、ありがとうございます。おお、すごーい。綺麗ね。あー、あー、いいね。まあ、見えてるんですね。すごい。
歯ごたえ最高。当店で締めましたしめ鯖の押し寿司を本日ご用意させていただきました。すんごいとろける。美味しい。美味しい。ますね。グツグツだ。ね。なんか洋風みたい。あったかい。炭だ炭。あらでですね、こちらお出汁を取って締めのフグ雑炊をご用意させていただきました。頑張りましょうということで、今年の目標はたくさんあるな。おお、学びの年にしたいと思います。最近本読むことも好きで、いろいろ知らないことを学ぶの楽しいなって去年感じたので、なんかいろいろ学びながら成長したいなと思います。なんだろう、でもなんか圧力みたいな、なんか振られた時にシュッて答えられるみたいな、なんか生放送やつがすぐ思うんですよ。なんかあの時ああ違ったなみたいなのがあるので、そういう力をちょっとつけたいな。ちゃんとしてる。私はもう番組では言ったんですけど、今年は弾けます。ちょっと去年すごいくすぶった1年、まあ、コロナとかもあってすごいくすぶった1年だったので、30歳になる2022年なので、弾けて恥さらして、いろんなものをなんか脱ぎ捨てて頑張ろうかなってステップアップ ね、 ステップアップですね。みんなステップアップの年にしましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。今年も頑張るぞ。今年も頑張ります。ごちそうさまでした。